い。皆さん、こんにちは。ワンナリングルビーチです。では、今回は、信長ではないですね。鉄道技術版の方、バグキッド、どうしてもね、癖で最初に、信長の野望、やりますって言っちゃうんですけど、帝徳の決断の方、バーブキッドです。で、空母なし、縛りプレイということで、空母を第1話で完全に全部破棄したという状態からスタートしてのプレイになります。で、前回ですね、小笠原にアメリカ軍艦隊が攻め寄せてきたので、これを、ちょっとね、どうにか対応するという戦いをしました。で、結果、小笠原どうなったかというと、艦隊がですね、ボロボロです。残っているのが、戦艦2隻、いずれも大破、中破、さらに従順が2隻、大破、以上という状況で非常に危ないので、まずはですね、艦隊、これを1個、新規編成します。で、新規編成するのはすべて双楼型ですね。早漏型を第8艦隊として、7隻。違いますね。9隻ですね。9隻で第9艦隊として、作ってしまいましょう。で、この第9艦隊を早速、一旦小笠原沖に入れます。で、逆に小笠原にいるこの傷ついた艦隊、第4艦隊は日本に戻してドック入り、修復しましょう。で、小笠原ね、かなり危ないので、まずは航空機を作っていきましょう。で、その前に内製ですね、やっておきます。技術開発は、まあ、お金にあまり余裕がないものの、航空以外は厚めに入れます。といっても500です。で、物資援助はアルミを、ドイツ軍に供与。で、諜報活動は、まあ、ちょっと入れる余裕ないので、今回は見送りましょう。で、製造するのは優先して、今回は航空機。一式の立航ですね。これを、まあ、40強度作りましょう。で、小笠原に配備。まずは、96式の艦船。これ数増やしたいよなぁ。で、一式の立航ですね。これをドカッと増やしましょう。これで、なんとか守れるでしょう。ここは。小笠原に入ってくるしね、第9艦隊が。で、残りはというとこなんですが、まずですね、珊瑚海。ここに艦隊入っているもので、傷ついている人たちを一旦返しましょう。で、第3艦隊は春名を機関に変えて、で、第10艦隊駆逐艦。ちょっと悩ましいのが、まずは、その春名を早速第7艦隊に編入しよう。で、直す。それができない。そうすると第10艦隊の方に、駆逐艦1隻入れて、一旦決定。で、第7、第8で言うと、第3艦隊のがまだマシだね。なので、第3艦隊を1隻、駆逐艦を第7に移して、移せないね。第10の方に移して、で、第7艦隊の方に、春名を一隻入れよう。で、これで第3艦隊は健全状態になったものの、どうだろう。第7艦隊がボロボロなんで、第7艦隊を一旦もう、オーストラリアのドックに入れちゃいましょう。いやー、なかなか厳しいね。で、ドック入り。で、珊瑚海は、第3と第10で一旦守るという体制ですね。で、続いて、見ておきたいのが、トラック沖。トラック沖は、潜水艦隊をちょっと一旦出したいよね。
第13号艦戦艦、これが傷ついてるので、これ一旦オーストラリアに入れる ?2 週間。いやー、オーストラリアももうドックパンパンだな、こうなると。いや、ちょっと待って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 、トラック置きはさ、そのまま置いとけばいいじゃんっていう話だよね。そんなことはない。置いときましょう。トラック置きで修復できるんで。危ない危ない。とんだポーカーをやらかすとこでした。マリアナ沖は、まあ、この艦隊から動かせないので一旦放置。で、小笠原という話だな。で、マラッカに入っている艦隊。安倍さん、栗田さんとか、この辺りは一旦引き剥がそう。で、最前線の珊瑚海の艦隊に入れちゃいます。それか、一旦ソロモンのここに入れちゃう?座礁提督。で、提督の、各提督のレベルを上げていこう。もう全然足りてないんでね、本当に。提督の数が。まずは、しっかりと、召喚のレベルを上げていかないといけない。原さんとかね。なんで、ちょっとここで一旦じゃあ、乗せていきます。はい。で、提督を今ちょっと載せ終わりましたので、ここで潜水艦をね、ある程度数作ります。潜水艦を次のターンかな。予定では、マーシャル沖に突入させたいので、そこで、おそらく潜水艦が大量に撃沈されるというのを見越して、その補充用に潜水艦ですね。これを、まあ数としてはどうだろう。10隻ぐらい作りたいかな。ただ、お金がなくてそこまで作れないかな。あと3隻は作れますね。これでもお金が枯渇するので、一旦作り終えちゃって、2ターン後に潜水艦が、建造されてくると。ということになりますね。では、時間を一旦進めます。で、軽巡が2隻、3隻、4隻と、あと、双楼型の駆逐艦が2隻完成してます。これをね、また配備していきましょう。で、航空用砲撃3式弾が新たに開発可能です。これも入れていきましょうね。では早速内政からやっていきましょう。まずは兵器開発3式弾。これからやっていきましょう。もうね、最近Google、スピーカーを導入したんで、勝手にね、喋り始めるんですよ。ちょっとこれは無視してください。なので、まずはどうしよう。3式弾からいく?金ないな。本当は、もうちょっとね、しっかりやっていきたいところもあるんですが、まずは3式弾の、ですね。技術開発はもう今回薄め、薄め、薄め、薄めの航空飛ばして薄め。物資援助はアルミ。で、諜報活動は、どうだ?マーシャル沖はブルーになったので、マーシャル沖に攻め込みましょう。トラック沖に入っている艦隊。ここから2つの艦艇を出しましょう。で、第6艦隊に入っている橋本さん。橋本さんを、乗り換えさせます。第1艦隊。先生、第一艦隊は誰か乗せられる?提督とか。ちょっと難しいよね。橋本さんが乗れるのは、従順には橋本さん乗れるでしょう。橋本さんを乗せていきます。
で、トラック沖から、第6艦隊もあれだね、しっかり回復してきたね。第1艦隊。これをマーシャル沖へ。マーシャル沖をもう取りに行きますという流れですね。で、マーシャル沖に潜水艦隊も投入。で、第15艦隊の方は、潜水艦に全員、提督を乗せてるので、ここでもう、とにかく運航稼ぎ。で、左官は小官へという形で、レベルをね、上げていってもらいたいと思います。で、残った金、鉄。まあ、微々たるもんなんですが、ここは輸送船作ります。で、これを日本に配備。これでじゃあ時間を進めましょう。オーストラリアの方は艦隊、まだ中派だね。で、日本の方に戻した艦隊。これも小破してるんですが、この第5艦隊に駆逐艦を編入。あるいは、軽巡を編入。で、双螺型は後で引き剥がします。双螺型だけ、駆逐艦ね、足が速いので。じゃあ、これで時間を進めます。マーシャル沖。戦力比較は、敵の艦隊、第16艦隊。ちょっと中身見ましょう。うわ。第16艦隊は、どうよ、これ。空母が、正規空母 SX 級、ペリリューが、これ見ると、一隻。恐ろしいな。爆撃機、雷撃機、それぞれ積んでますね。ただ、直縁は積んでないですね。続いて、ボンノム・リチャード。ふう。これは逆に直縁護衛積んでる。これも正規空母ですね。やばいな、この第16艦隊。さらに正規空母、レンジャー型のボクサー。いや、これやばいな、本当に。さらに正規空母、ヨークタウン型、ポイントクルーズ。第16艦隊だけで正規空母が4隻入っています。さらに第2艦隊も見ましょう。第2艦隊も正規空母が1隻入ってますね。ボカットベイ。さらに、軽空母が3隻。これまさにマーシャル沖に入ってるのは主力艦隊だね。で、第4艦隊の方も正規空母1隻の、軽空母が4隻ということで、これ見る限りマーシャル沖にいる敵の艦隊。これやばいですね。正規空母が6。軽空母が6。計12隻。これ沈められるだけ沈めよう。マーシャル沖、この戦いでちょっと決まるね。今後の戦いの行方が。さて、ちょっと時間の進みを一旦遅くさせてもらいます。で、第1艦隊はというと、ちょっと危ないので、一旦、逃がす。で、その上で、第1艦隊が、夜が明ける前までに砲撃戦で、このね、唯一の敵の飛行場を破壊できればよしという感じかな。まあ、とはいえ、どうだろう。第一艦隊は、そんなにね、強い艦隊じゃないんで、もうちょっと積んでくればよかったかなっていう感じですかね。戦艦が1隻だけでしょ？あとは従順が、パッと見4隻っていう艦隊ですね。とにかく敵の基地を砲撃でまずは破壊。ハワイ攻略のためにね、地盤をしっかり固めていきましょう。で、敵の艦隊がいないね。ちょっと一旦ライトを点灯。いないね。あとはどれだけ潜水艦がやってくれるか。もうこっからはね、空母がない代わりに潜水艦を大量に建造して、敵の艦隊主力艦を潰していくという動き。
その最たる例が敵の第16艦隊ですね。ここに正規空母4隻、先ほど見ていただきましたけど、いたので、この正規空母4隻、少なくても半分は沈めたい。敵の艦隊が本当にいないね。ちょっと一旦ライト照らしてもいないね。ということは夜のうちに、まずは、この、敵の飛行場一つしかないので、これ潰しちゃいましょう。さあ、砲撃開始していきまーす。これで潰し終えたら、潜水艦のいよいよ出番です。まあ、火力不足なのはしょうがないですね。敵の艦隊発見します。魚雷で沈めると同時に夜明けなので一旦退避。戦艦部隊は一旦退避します。急いで退避。ちょっとタイミングが遅かったかな。急いで逃げましょう。おお、早い早い早い。早いよ。やばいぞ、戦艦が沈む。戦艦が沈むぞ。ダハ。いやー、厳しい厳しい。本当に厳しい。足の速い駆逐艦の前に潜水艦がボッコボコ沈められてるね。戦艦が沈められた。ちょっと時間を気にしなさすぎたな。これ以上被害を出すわけにはいかないので、第一艦隊はとりあえず、とにかく逃げの一手。逃げよう。時間の管理が甘すぎたね。やちゃん、マーシャル沖は敵の空母どれだけ沈められたか、ちょっとこの後戦火確認画面で確認しましょう。まあ3隻4隻は沈めたと思うんですけど、それ以上にダメージが味方の艦隊大きいかなという印象なので、立て直しが必要ですね。撤退します。いやー、第11、第15、両潜水艦隊は壊滅。敵の空母は、正規空母2隻、第16艦隊から撃沈。第2艦隊から正規空母1隻、軽空母2隻撃沈。第4艦隊から敵の軽空母1隻撃沈ということで、空母5隻撃沈。まあちょっと痛み分けかな、こんだけ味方の被害も大きいと。
そうすると、マラッカから、一旦、第14艦隊を引き抜こう。第2艦隊のみで、マラッカを守るという、ちょっと厳しいけどしょうがない。第14艦隊は一度オートラック沖に入れます。いよいよハワイ攻略のためにしっかり地盤を固めていかないといけないという、そういう状況なんですが、その中で、艦隊が受けた被害が大きすぎる。まず第11、第15の両艦隊が完全に壊滅したからな。これ思いのほか痛いですよね。で、第1艦隊と第6艦隊、これも一緒にしないといけないほどに、数がすり減っちゃったな。第6艦隊がもう合ってないようなものと。いうところに追い込まれてしまいましたね。マリアナ沖は、こっから動かせないからね。で、小笠原沖も動かせないんで、むしろ小笠原沖、危ないかなっていうぐらいな感じです。じゃあ、神経遠征で、潜水艦隊ですね。これ1個起こしてしまって、この第16艦隊を早速、トラック沖に移動して、トラック沖で合流させます。で、内政行きます。機械圧ちょっとやる余裕ないかな。航空対空レーダーとかね、欲しいですけど。技術開発、これも薄めに入れましょう。とにかく。物資援助は、アルミの押し売り。超活動は、中部太平洋にマーシャル沖、このあたりしっかり入れていかないといけないな。で、艦艇作ります。でもここはね、冒頭お話したように潜水艦です、潜水艦。もう思った以上に潜水艦すり減っちゃったね。なんだろう、20隻近くの潜水艦を一度に喪失した形になってると思うんですよ。さっきのマーシャル沖の海戦で。さらに、僕のちょっと時間管理が甘々だったんですけど、本当に、残念ながら、貴重な戦艦を失うと。いう結果になったので、そこも本当に反省材料ですね。じゃあ、一式の立港ですね。これを作れるだけ作る。んで、配備していきましょう。危ない珊瑚海。ほんとこの珊瑚海も危ないからね。爆撃機を増やして、雷撃機としての立候補。これを80機搭載して、とにかく、まずはこの珊瑚海を守りましょうと。この珊瑚海ね。で、あと敵との隣接してる拠点としてはトラック沖。まあ、トラック沖はね、飛行機も入ってるし艦隊もいるので、まあ大丈夫でしょうと。で、マリアナ沖がちょっと心配なんですが、まあ、マリアナ沖に関して言うと、駆逐艦隊と、あとは飛行場で守りを固めています。で、小笠原沖、ここも危ないんですが、小笠原沖にも航空機増強していて、艦隊もこの後増強予定なので、一旦守りの体制に入りましょう。で、残った鉄、わずかですがあるんで、これで潜水艦。安い潜水艦なら作れるんで、安い潜水艦作りにかかります。600がつく、ひねり出せない。600で作れる潜水艦がないか？あるでしょう。ないです。ということがしょうがない。じゃあ、輸送船も作れないよね。鉄が足りなすぎる。金より鉄だな、今欲しいのは。従順が、4隻ですね。マーシャルを着取るの大変よ。
そしたらここに、さらに従順を4席入れて、まだ中派か。なかなかしんどそうだね。で、兵器開発特にないので技術開発ですね。で、物資援助はいつものアルミの押し売りをして、超活動は中部太平洋に入れましょう。で、トラック置きにどれだけ入ってるか見る前に、まずは、そうです。潜水艦です。空母の次は潜水艦ばっか作るのがお前というところなんですけども、潜水艦が本当に頼みの綱。潜水艦なしでは、空母なしで、アメリカ軍を攻撃、打ち果たすのは無理だという状況なので、潜水艦ですね。あとは、戦艦を失ってるので、戦艦も作らなきゃいけないんですが、まあその余裕が残念ながら今ないんで、とにかく今、潜水艦で固めましょう。で、航空機は、もう一式の立候ですね。よし。で、トラック置きの状況見に行きます。では、ターンを進めちゃいましょう。そしたら、また技術開発から入れていきます。ちょっと本当にお金が厳しい。物資援助もいつものアルミの押し売りをして、超活動は OK だね。よし。では、また、潜水艦を作ってマーシャル沖攻略していきまーす。まあ、敵もね、空母12隻のうち5隻しか沈められてないんですけど、他もね、ダメージを与えていたと思うんで、マーシャル沖に艦隊が完全復活を果たしているとはちょっと考えにくいというこの状況なので、マーシャル沖をサクッと沈めましょう。じゃあ、マーシャル沖。攻めるためのトラック沖ですね。まず第16艦隊に第15艦隊を編入しちゃおう。で、また、提督をちょっと乗せていきますね。はい、提督を乗せ終わりましたので、艦隊出します。まず第1艦隊ですね。これ、マーシャル沖取り見に行きまーす。で、第14、第16、両潜水艦隊を投入していきましょう。マーシャル沖取らないと話にならないからね。さあ、戦力比較です。第1艦隊。アメリカ軍の第1艦隊。正規空母が2隻。レンジャー型。さらに、ヨークタウン型、ミッションベイ。さらに、軽空母が2隻ですね。インディペンデンス型。この第1艦隊です。で、第4艦隊は？第4艦隊は、空母2隻。これ、軽空母。大破中破。これ沈めよう。で、第4艦隊の正規空母、プリンス・ウィリアム。正規空母 SX 型。これが、完全、型で残ってますね。で、第6艦隊は、マジか。第6艦隊、正規空母4隻いるじゃねえか。きついなぁ、これもまた。どうする？日没とともに出撃するか。いや、本当にきついね。アメリカ軍の空母軍。
あとは敵の、空母がやってくる前に、あるいは夜が明ける前に、しっかりと退避する。さっきの反省をね、しっかり活かせるようになりましょう。まずは砲撃を開始していきます。3時、4時が来たら退避かな。敵艦発見してるね。よいしょ。さあ、敵の爆撃機が飛んできてる。この数か。雨が恋しい。沈むなよ。持ってくれ。それだけだ、もう。頼みは。ぐは、この数か。大丈夫か。持ってくれ。よし。なんとかこらえた。沈まずにこらえたね。いやー、ちょっとほんと空母、数多すぎるわ。敵の空母の数見てくれ、これやばくないですか。この空母の数沈められないよな。いや、潜水艦がボロボロだわ。潜水艦の数ちょっと心配なぐらいボロボロですね。まあ、潜水艦続々新しいのが建造されてますけど、数がそれでも足りないね。ドーバー海峡は突入失敗です。いやー、マーシャル沖のダメージ勝てなかったの相当でかいな。いや、やばいだろこのさ、敵のマーシャル沖に救う感じ。第1、第4、第6、第7、第8と、いや、やばいね。本当に。中部太平洋もやばいよなぁ。いやぁ、空母がいないだけでこんなにきついかっていうぐらいきついですね。とはいえ、嘆いてばかりもいられないので、ちょっとなんか考えないといけないですね。ではね、今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。